ディオゲネスの共造ディオゲネスは古代ギリシアの哲学者、アンティステネスの弟子でソクラテスの孫弟子にあたる。シノペ生まれ、シノペのディオゲネスとも、天授派の思想を体現して犬のような生活を送り、犬のディオゲネスと言われた。また、オーダルを住みにしていた。翻訳によっては亀とも訳されるされるが、これは古代ギリシアのサカダルは木製ではなく、 カを用いていたためである。そのため、孫のディオゲネスないし、亀のディオゲネスとも言われた。ディオゲネスは、銀行家のヒケシオスの子でシノペの人。彼の父親は、死の公金を扱う銀行家であったが、通貨を変造したので、ディオゲネスは追放された。ディオゲネスは、両替商ヒケシオスの子として、シノペに生まれた。逸話によって様々であるが、彼と父は、 通貨の鋳造内しそれに関わる仕事を行っていたと考えられる。父の手伝いをしていたとも、ディオゲネスが通貨鋳造を行う職人たちのまとめ役だったとも言われている。また、父がシノペの経済の中枢とも言える、貨幣一般を取り仕切る立場だったとも言われる。シノペにいた頃のディオゲネスは、このような養殖についていたことから経済的に豊かで、 地位もそれなりにあった立場の人間であったことが伺える。シノペはギリシア本国からは離れたアナトリア半島に位置する都市国家であったため常に陸続きのペルシャの大衆たちとの摩擦に悩んでいる立地であった。発掘される貨幣を見ると明らかにシノペの信用を傷つけるような岩蔵貨幣が多く出土している。中には素人が鋳造した粗末なものもある。だが シノペの貨幣の裏に、ヒケシオストディオゲネスのイニシャルではなく、ペルシャ参加のカッパドキア大使であるダタメス、あるいは息子のシシュナスの名前が刻まれたものが存在する。敵国からの偽造通貨工作を受けて、侵略の危険と常に隣り合わせであった。そして出土した貨幣には独特な傷がつけられていた。金メッキをした偽金であるかどうかを判断するために、タガネコンをつける方法があった。 偽金であることが判明した場合、銀行に持って行くとそれと同じ金額の貨幣と交換され回収されたという。おそらくはその行為が通貨を変造したという行為だと推察できる。ディオゲネスは通貨に傷をつけ偽金かどうかの判断をするために通貨を変造した。しかし、これがおそらくは敵の知れることとなったために、頑蔵の罪と一色他に告訴されてしまった。 ディオゲネスは国外へ逃れたが、父ヒケシオスは獄死したとされる。国外追放後は、アテナイに定住し哲学者となるが、最低でも55歳にはなっていた。彼にとっては、精神的にも、肉体的にも辛い時期であったと思われる。国家の養殖にありながら、市民権と地位、財産、家族といった一切を失った、ドローの旅は厳しかった。裕福な市民ならば、 奴隷を連れているものであったが、共に旅をするべく連れて行く従者の数も多くなかったと思われる。この流浪の旅の中で起こったエピソードが逸話として残っている。ディオゲネスに追従していた最後の一人の従者であるマネスが突如姿を消してしまった。困窮と悲惨のどん底にあった主人を捨ててしまったのだ。周囲にいた人々がディオゲネスを哀れに思い捜索をしようとするが、 ディオゲネスが皆を止めていった。おかしな話だよ。マネスの方はディオゲネスなしでも生きていけるが、ディオゲネスの方はマネスなしに流行っていけないとすれば。と答え、創作を無用とした。奴隷にまで見捨てられ、天外孤独の人生において彼自身の哲学の原点の方がが見て取れる。アリストテレスの老いであり、二代目ユケ音楽等であるテオフラストスが、メガラシの中でこう述べている。 ネズミが寝床を求めることもなく、暗闇を恐れることもなく、耳美食と思われる者を欲しがりもせず走り回って、いるのを見て見出すに至った。とある。その後アテナイに到着したディオゲネスは、違法人として、アテナイ人に供される。しかし、それは、最初だけでありディオゲネスは、当初神殿などを曲がりして、ホームレスのような生活を送っていたとされる。アテナイ人は、 自分のために住みをしつらえてくれているという本人の言葉通りだったのだろう。しかし、レでも50を超える年齢と施設の管理人たちの文句や嫌がらせをする者たちもあったのか、小屋を建ててもらおうと知人を頼ることにした。ある人に手紙を出して、自分のために小屋を一つ用意してくれるようにと手紙を出した。しかし、なかなか作ってくれないため、メトローンにあった亀を住居として、 用いるようになった。その亀は、アテナイ人の若者たちによってある日壊されてしまう。だが、アテナイ人はその若者を鞭ち打ちにし、罰した後に代わりの亀を用意してくれたという。彼は、アテナイ人たちによって愛されていたとある。こうして、アテナイに定住したディオゲネスは、哲学者として活動を行う。そのスタイルは、かつてのソクラテスが行ったように、 辻説法や対話といったものだった。彼の珍妙なキャラや行動に反して、決して不条理に屈しない姿から、次第に彼は、有名人になっていた。彼もいくつか書物を表していたそうだが、散逸してしまっている。彼に関する本としては、後にキュニコス派のメニッポスが表した、ディオゲネスの売却という本があった。アリストテレスの甥であり、リュケイオンの二代目学等であるテオフラストスが、 持っていたとされるディオゲネス五六集などがあった。これらは後のディオゲネス・ラエルティオスの著作、哲学者列伝におけるディオゲネス伝を作成する際の資料にもなっていたとされるが、現在は散逸してしまっている。その後、彼は奴隷賞によって誘拐され、奴隷として売りに出されてしまう。これにより、コリントス人のクセニアデスの奴隷として彼の家で生活することになる。 ディオゲネスは、家事全般や子供の教育などをメキメキとこなしたために、クセニアデスは、服の神が舞い込んだ。と喜んだとされる。最後に関しては、はっきりとした逸話は残っていない。ディオゲネスは、アレクサンドロス大王と同じ頃死んだ。死因はタコを食べて当たったためとも、犬に足を噛みつかれたためとも、自分で息を止める修行をしたためとも言われている。 ディオゲネスは、徳が人生の目的であり、欲望から解放されて自足すること、同時ない心を持つことが重要だと考えた。そのために具体的、精神的な鍛錬を重んじた。ディオゲネスは信託を受け、貨幣懐中者として、いきなり追放された。ディオゲネスに下された信託は、ポリティコンのミスマを変えよといったものだった。彼はそれに従って、実際に、 通快コール価値を変えてみせた。ディオゲネスはそのため国外に追放されたのである。また知識や教養を無用のものとし、音楽、天文学、論理学を下げすんだ。特にプラトンのイデア論に反対し、私には机そのものというのは見えないと言った。彼がそれは君に見る目がないからだと言い返した。他に、 プラトンのオンドリの逸話でも有名だが、後にプラトンはディオゲネス話について聞かれて、狂った、ソクラテスだと評した。ディオゲネスのこれらの行動は、貴族的な言動をしていたプラトンへの当て付けであったとも言われている。運動の不可能を論じている哲学者の前で、歩き回ってその論のおかしいことを示した。ポリスの理念を否定し、あなたは何人なのかと聞かれると、自分はコスモポリーテスだと言い,い。 史上初めてコスモポリタニズムという語を作った。また女性や子供の共有を主張した。彼には20ほどの著作があったという説があるが、一方で全く著作しなかったとの説もある。モニモス、クラテスなどの多数の弟子を育てた。ラファエロ作、アテナイの学童に描かれたディオゲネス。中央の階段付近でだらしなく腰掛けている。 コップを投げシャる、ディオゲネス誠実な人間を探すディオゲネス。ディオゲネスは、その思想よりも、気候や言動にまつわる逸話によって知られる。他にも数え切れないほどの逸話があり、シニカルの語源となった彼の思想心情にふさわしく、人を食ったものが多い。しかし、これらの多くはおそらく、日本の一級話のように、ディオゲネスに固くして創作された小話と、考えられている。 英国の作家、アーサー・コナン・ドイルが発表した、シャーロック・ホームズシリーズ中の短編、ギリシャ語通訳では、シャーロック・ホームズの兄マイクロフト・ホームズは、他人との交流を嫌う人たちのためのロンドンで最も、風変わりなクラブ、ディオゲネスクラブの創立者の一員であり、その会員という設定になっている。ありがとうございます。